人生を変えるほどのグッドニュース、神はあなたを愛している。これはあなたへの言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。魂に安らぎを得ます。またこうも言っている。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。この神の愛と力が彼らの人生をどのように変えたか見てほしい。イエスは私の人生を変えてくれました。ぜひリンクをクリックして彼らの話を聞いてください。あなたの人生も変えることのできる神の愛と力がわかると思うから。